どうも、PO25 です。というところで、シャリマスでございます。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。本日ね、シャリマス何をしていくのかという話なんですが、ちょっとですね、いつもとの道外れたことやっていこうかなと思います。なんか、ね、別にね、毎回道筋しっかり通ってやってるわけじゃなくて、何回も脱線することあるなと思うんですけれども、ちょっとね、こう、道筋外れたことやっていきます。で、何していくのかと言いますと、ハロウィンですね。2024年のハロウィンを見ていこうというふうに思ってます。なんと今年のハロウィン、すごくすごいと。いう噂を私聞きつけてますので、ちょっとね、そちら気になっていたというところもありまして、見てみたいなというところで、今回はね、動画の方で見ていこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんなこんなでね、やっていくわけですが、まあ、その前にちょっと雑談を、小糸のね、プロデュース SSR が来ます。いや、ちょっと、なんか、またノンフチルラッシュ入ったんかなって思うような。まあ、そんな感じしますけど、ね、なんだかんだね、朝倉があって、で、今一応ね、そのガシャに関しては限定で三峰さんですけれども、ただまあ、その脇でね、なんだっけ、アイドルとのデートを描いたスナップショットガシャみたいなのやってますから、ね、実はあれ窓が来てるんですよね。で、まあ、あれに関しては私ね、30連で弾けたので、で、しかもね、あの期間の間、無料10連とか、あとはスナップガシャによって、私結構持ってない SSR また増えて、鉱脈についてもね、かなり多くなってきてるので、まあ、小糸についてはね、うん、そこまで心配することもないのかなと思ってるんですけど、ただパラコレなのかどうなのかというところですよね。あれ、仮にパラコレだった場合、まあ、いわゆるアイドルからの手紙ってやつですよね。私まだパラコレのカードのコミを読んだことがないので、よく性能というか、趣旨というか、なんていうか、なんかそのシステムを理解してないんですけれども、パラコレの、アイドルの、アイドルからの手紙っていうのは、あれはどうすれば読めるやつなんだろうね。ちょっと見てみようか。パラコレ、パラコレ。まあ、せっかくここまで来たから窓かにするか。思い出適正、イベント、これか。で、これだね。手紙開放、手紙のボイス開放。あ、なるほど。手紙の閲覧はとっくに2回目。で、とっくに4回目でボイスが開放されるんだね。って感じなので、仮にパラコレだった場合は、ピースを買うことになるんですかね。手紙は見たいよね。まあ、というところで、まあ、ちょっとね、そんな計画も立てながらですけれども、痛いんですけど、というところで、達成感っていうか、長いね、にちかさんのこのボイスね、というところで、まあ、やっていきましょう。ハロウィンを見ていきます。はい。まあ、というところで、すでにお菓子の方は上げてまいりました。非常にね、こう、なんて手際のいい実況だなと私は思うんですが、ただね、手際のいい分をね、最初の雑談で潰してる感じはあるんですけれども、やっていきましょうか。どうしよっか。まあね、お知らせを今回長押しすると、見れるという話を聞いてるんですけれども、まあ、アルバムで見てっか。上から順に見ていこう。ね。で、今回はバイノーラル風。で、異世界からのささやきが聞けるらしいです。非常にすごいらしいので、私は普段ね、実況の時ずっとイヤホン片耳でやってるんですけど、ちょっと今日両耳つけてやってみましょう。いきます。ちょっとじゃあ、まずはマノさんからいきます。オートかけた方がいいかな。いっか。ふぅ、間に合った。これで今月の仕事は、なんとか。ああ、安心したら眠気が。これ毎回プロデューサーハロウィンの日って寝てるんだっけ？人間。プロデューサーさん。お久しぶりです。またお会いできましたね。おー、すげえ。甘い匂いのお菓子は持っていないんですか？それって
クッキーのことかな。あいにく今は持っていないんだ。すみません、私今とてもお腹が空いていて。すごい、マロさんフラフラしてる。マノ、おお、すげえ。すげえこれ、いやいや、うまくね。すげえ、はいや私、いやこれ100円ショップのイヤホンで聞くやつじゃないよな。私今ワイヤレスじゃねえな、ワイヤーありイヤホン100円ショップしかないんだよな。ねえ、ワイヤレスはね、シャリマスのイヤホン使ってるんですけれども。でもワイヤレスってなんか、ワイヤレス、いや、まあいいや、これ後でいいや。後で私がプライベートで聞いておこう。すげえなー、マジか。いや、目が赤くなるシーンとかね、すごくいいなと思いましたけど、またお会いしましたねっていうのは、これは過去のあれかな、それともハロウィンのコミか何かなんですかね。私まだちょっとそこは読めてないんで、まあそこは度外視で楽しもうかなと思うんですけど。いや、すごいね。なんか若干ちょっと血のちゃみを感じてしまった感じあるんですけど。まあいいや。次じゃあ、日和さん行きます。はい。まあ、ここはいっか。ここはパッと飛ばして。じゃあ、ここから行きましょう。あなたは、プロデューサー？日和って、あっちの世界の日和か。あ、これやっぱね、ハロウィンコミ読んどけばよかったですね。ちょっとここは分かんないね。ご無沙汰しています。ご無沙汰しています。少し顔色が悪いようですが。さっきまでパソコンに向かっていたからかもしれないな。でもこの通り元気だから安心してくれ。そう言ってまた無理をするのがプロデューサーですよね。手厳しいな。ここで少し休んでいってください。いや、そういうわけにもいかない。ん？ん？体が動かない。はい、言うことを聞いてくれないようなので。プロデューサーの正気吸ってしまいますね。はあ、いや、日和さんだから結構真面目に来るんかなと思ったらさ、そうでもなかった。いや、すごいね。ちょっとこれ音上げようかな、私。こんなもんでいっか。ちなみにさ、その左上のさ、スキップ、私あの、録画の表記で見れてないんだけどさ、なんて書いてあるんだろう。ちょっとあれってさ、あれかな、あそこまで飛ばせんのかな。ちょっとやってみていいですか。あ、全部飛ぶんかい。全部飛ぶんかい。じゃあ次、めぐるさんですね。うん。行きましょうか。はい。あ、やべ。ちょっと。いやー、ぐだってんなー。ここ難しいねー。プロデューサー！ん？よかったー。ここに座ってもらってもいい？こうか。うんうん。めぐる？なんで手錠？外してくれ、めぐる。今ね、ちょうど被験体を探してたんだ。すごいね。新しい発明のためにはどうしても人間の皮膚じゃないとダメみたいで。はあ。待ってくれ、ちょっと話を。大丈夫だよ、プロデューサー、そんなに痛くは。プロデューサーの首、これから噛んじゃうけど、痛かったらごめんね。
やめぐるさん、こういう役合うよな。ワールドコードのさ、なんで来たの？来ちゃったらもう、ね、殺すしかないじゃんみたいな、役割もやっぱに合ってたからさ。いや、すごいな、めぐるさん。ちょっと。いや、これすごいね。いや、そうか、ここまでやるか、とうとう。じゃあ、次、小金さんです。行きましょう。はい。だいぶ遠くから。あの時の子がね。また会えるとは思ってなかったよ。元気そうで何よりだ。そいにしても、ちょうどよかったばい。うちパーリお腹のすいとって、おいしか人間のチーバーすいたかって思っとったと。こんなストレートに血吸わせてくださいって言うんだね。またそんな冗談を。うちは本気ばい。いただきまーす。へえ、すげえ。意外とストレートに来るんだね、ここねさんはね。じゃあ次、まみみさんでございます。なるほどね、まみみさんちょっと楽しみだね。 行きましょう。マミミじゃなくて、君は今のは魔法か？あれ、体が動かない。体の自由を奪う魔法です。もう強いね。 待て、一体何をするつもりだ？おう、むしろしてほしいことありますか？右側にいますね。今すぐ魔法を解いてくれ。聞いてみただけなんですけどね。ちょっとこの白が入ってるのいいですね。この魔法は私がいいって言うまで解けることはないんで。はあ。私の気が済むまで人間の体いじらせてもらいますね。いただきまーす。うわぁ、すごいぞ、まみみさん。いや、もうこれ、ね、私あんまり、なんだろう。なんかそういう、ね、気持ち悪い感じで通ってこなかったからさ、実況動画。ちょっとキャラが崩壊しそうで怖いね。まさか、またあなたに会えるとは。ん？これを運命と言わずして何と言おう。サクヤ、その格好どこかで。ああ、もしかして思い出してくれたようだね。再会を祝して乾杯と行こうじゃないか。乾杯？いや、ここには飲み物も何も。とぼけたことを言うんだね。相変わらず可愛い人間だ。血じゃない？ん？あるじゃないか、すぐそこに。甘くかぐわしい真っ赤なごちそうだ。シックじゃん。流れてるよ、赤。ほら、見てみろよ、流れてるよ、赤っつってね。美味しそうな匂いだ。あ、短い。はあ。いや、これもっと音質がいいというかさ、なんかレベルの高いイヤホンで聞きたかったな、これな。すごいね。じゃあ、三峯さんです。やあやあ、お呼びかな。お煙のように現れたのは、三峯です。めっちゃ似合うね。なんてね、びっくりした。あ、ああ、って、その格好
あっちのユイカか。久しぶり。プロデューサーが急に現れたから、これは驚かさなきゃって思ってさ。人間に負けてられないし。いやいや、俺に負けることはないだろ。わかんないじゃん。現に驚きの神出鬼没っぷりを見せてるんだしさ。もしかして特別な人間なのかもだよ。せっかくだから確かめてみる。味見したらすぐわかるからね。結構右から攻めてくること多いんだね。なるほど、ありがとうございます。次キリコさんですね。キリコさんはちょっとこれどうなんでしょう。なんかね、普段から結構ささやき系のボイスを出しているキリコさんだからこそ、ちょっとどうなるかわからないですけど。いや、また会えたね。来るつもりじゃなかったんだ。早く帰らないと。あ、待って。なんだこれ、包帯。ごめんなさい、逃げようとするから思わず。イレイザーヘッドか。行かないで、欲しくて。おー、いいね、すげー椅子だもんな、これもな。いい声。すげえ。噛んだらもっと泣いてくれますか。セリフがやべえじゃん。そのささやきうんぬんじゃなくてセリフがやべえって。カオさんのささやきか。カオさんのささやきってあんまりなんか対極の存在じゃない。意外とこういうのが意外とこういうのが一番やばかったりするんだよね。そう、普段ささやかない子が意外とささやいたらやばかったりする。かっこいい。カホ、なんで。私にもわかりません。でも、会えて嬉しいです。雑用係さん、撫でてください。右、左だ。おう、雑用係なんだ。あれ雑用係さん、どこからだろう。こっち？どっち？お魚。おいしそうなやつ。移動してる。魚？ああ、昼に焼き魚定食を食べ。いや、移動したね。いや、こういうの移動するのが一番やばいよね。そのL から R、R から L に。じゃあ次、チョコさんですね。はい。まあ、私は雑用係。私、雑用係とかのネタわかんないので、そこはちょっと後悔なんですけど、これ、LR 合ってる、そもそも。合ってるな。千代子？はい、ハッピーハロウィンです、雑用係さん。あ、雑用係、またお会いできるなんて思ってませんでした。雑用係統一なんだ。嬉しい偶然ですね。ああ、そうだな。俺も千代子に会えて安心したよ。あれ？安心しちゃっていいんです？食べられちゃうかもしれないのに。は？頭からガブッとか、それとも首からチュルルかな。
もっと他のところからでもいいかもですね。すげえな。どこから食べられたいですか？教えてくれたらそこからにします。雑用係さんなら全部私にくれちゃうでしょね。残さず食べますから。ちょっと近づいてきた。うわーやば。いや意外とホークラがさ、そのなんかささやきとは無縁な感じというかね、私ささやきあんまりさ想像できてなかったけどさ、いやーこれは逆にすごいぞ。あれ、あんた雑用係か。あ、ジュリさんすごっ。あ、君は黒猫列車の。また会えて嬉しいよ。あ、ジュリさん。癒しかこれもしかして。そうだな、少しびっくりしたけど俺も嬉しい。元気そうでよかったよ。じゃあせっかくだしペガサス玉で乗っけてってやろうか。車掌室から見える景色ほんと最高だからさ。あんたも見ただろ。ああちゃんと覚えてる。でもせっかくだけどやめておくよ。こんなチャンスめったにいないと思うけどな。私さあんたのこと結構気に入ってるんだよ。だから一緒に行こう。おおかっこいい。最高の景色見ながらさ、あんたの血舐めさせてくれよ。あ、日本一おめでとうございます。すごい。いやジュリさん、いやジュリさん結構いいな。あってジュリさんやばいな。ちょっと待って、いや今のところ MVP 誰だろう。いやマノさんが、でも最初のマノさんがなんかすっげーやばかったんだよな。じゃあリンゼさんですね。雑用係様、君は人からの気配がこちらから。帽子長。切れてるじゃん、超長いな。え、本当か。ご安心を、リンゼが。うわ、なんだこれ、透明のガラス。叩いても、おーすごい、割れません。強力なバリアゆえ。ガラス越し、すごい、バリア。いや守ってくれるのはありがたいんだけど、ずっとこのままでいるわけにも、俺には仕事が。なりません。雑用係様のお体はリンゼがいただきますゆえ。おー、ガラス越しの表現すごいですね。さあ夏葉さんでございます。夏葉さんでございます。あら懐かしい顔ね。あなたにまた会えるなんて今日は幸運だわ。これ仮装のわけはどういう分け方。夏葉、どうしたの、迷子になってしまった。それとも私に会いたくてたまらなかったのかしら。冗談は。可愛い人、冗談だと思っているなんて。私ずっとあなたのこと美味しそうだと思っていたのね。え、食べさせてくれないかしら。はあ、夏葉さん。すごいね、なんか妖艶さがすごいわ。
じゃあ次、アルストですね。アマラさんでございます。はい、あの時のアマラさん、狼だっけ、なんかあ、違った。また会えたね。嬉しいかも。なんかアルストのさ、ハロウィンコミは見たことあるんだよ。なんかちょっと知っててさ、いや、狼だったかなと思ったら全然違ったね。ああ、こちらこそ、元気にしてたか。うん、最近はね、お札が取れても大丈夫なようにって。はいはい。ごめん、風が来ないようにしてもらえる？修行してるから、前よりは理性が保てるけど。はいはい。すごい勢いでフラグだったね。あ、取れてる。すごい。早くなんとかしてくれないから。目光る表現かっこいいよな。こうなっちゃったの、あなたのせいだよ。どうなっても知らないからね。ほのけ。ほのけ。いやー、そうか。いや、黒京のがさ。いや、すごいね。なるほどね。お札が取れると理性が保てなくなるっていうタイプの人たち。ね、人たち。じゃあ。え？さあ、天下さんね、いつもこういう場面だとちょっと常軌を逸してくる存在ね。ね、何っけ、ポイズンベリードーターズでもね、悲鳴がね、特殊な人間の特殊なアイドルの一人でしたけども。うわ、ま、待て、食べないでくれ。そうだ、お札がどこかにあった。もう取れてるの。天下、あれ、天下、なんで。お札が外れてたんだ。危うく食べられるところだったよ。いっ、気が、天下のせい、大丈夫。少し血が出ただけで。て、天下？ああ。天下、舐めてあげる。ね。うわ、ね、すご。いや、ね、すご。ねがすごい。いや、ねが理性のないねだもんな。すごいわ。いや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 。じゃあ次、ちゆきさん。でもこの人やばいんだよな。またお会いしましたね。そんなに驚かれなくても大丈夫ですよ。お札、しっかり貼ってありますから。そっか、なら安心だ。幸い、俺の方も怪我してないしな。俺、怪我してると、あ、なるほどね。じゃあ、血の匂いの方も平気ですね。ありがとうございます。読んでない人にも優しい。血の匂いが、その、理性を保てなくなる要因なんだね。了解です。でも?どうしたんだ？あなたの血液、とっても美味しそうだなって。以前見た時に感じたんですよね。冗談は。ほんのちょっとだけ欲しいなって思っちゃってます。ちょっと最後近づいてくるの、いや、すごいね。さすが千雪さんだわ。朝日さん、
朝日さん、いやどうでしょう、これまたちょっとささやきとは無縁な。でもささやきね、いやでもやばそうだな、なんかな。おー、かっこいい。うわあ久しぶりっすね。た、頼むから出たり消えたりしないでくれ、怖いから。え、怖いっすか、これが。出たり入ったり消えたりができる。あ、人間も魂を抜けばふわふわ浮けるっすよえ、それって私が手伝うっすよ。ほら、目を閉じて息を吐いて、はあ、これが人間の魂。おいしそう。これ食べてみてもいいすか。お、すげえ、朝日さんだけそんな。いやー、なるほどね。いや、無邪気だからこそ何かに目覚めてしまった瞬間。いや、これはなかなかね。じゃあ、冬子さんでーす。冬子さんは冬モードで来るのか、冬子さんモードで来るのか、ちょっと気になりますね。またあんたなの？冬子さんでした何驚いてんだか。いや、変なところに来ちゃったし、冬子に会えるとも思っていなくて。何、この前念を押したはずなのにフラフラと。ねえ、きついお仕置きが必要。え、そんな、待ってくれ。わかった。じゃあ選ばせてあげる。どっちの冬にお仕置きされたいか。お、これもしかしてさ、え？こっちの冬に血を吸われたいか、こっちの冬に食べられたいか。さあ、選んでください。うーわ。左右の使い方をうまいな。左右をそれぞれね、冬子と冬でやるとかね。いや、すげえ、メイさんだな。冬子と冬でやるのすごいな、これな。トリックはトリート。あれあれ、そこにいるのもしかして。超久しぶりじゃん。お、かっこいい。元気してた？似合うね。ああ、おかげさまで。てかこれもしかしたらジャストタイミングじゃん。ちょいじっとしてて。あ、おう。あ、やべ、ちょっと待って、あまりのびっくりにちょっと飛ばしちゃった。早っと思って。ちょっとごめん、もう一回見よう。久しぶりじゃん。あ、てかこれもしかし、いきなりなんだ。真っ黒魔法に対抗するために人間の DNA がいるらしくてさ、だからちょっとだけそれちょうだい的な。いやいや、勘弁してくれ。大丈夫、痛くしないから。メイさんやばいな、メイさんやばいな。メイさんやばいな。じゃあ朝倉か。いや、こう、よりこう認知度があるだけにさ、朝倉か。お
ところに。いや、君は…あったね、また。じっとして。何も起こらないぞ。おお、してきた。いい匂い。え？いい匂いって俺から？何の魔法かけたんだ？内緒。いただきまーす。はあ、朝倉っぽいな。朝倉っぽいな。じゃあ窓かね、窓かを見ましょう。窓かを見ましょう。はい。うわ、窓かだけどその格好久しぶりでいいのかな。できればもう二度と会いたくはなかったですが。まどからしいな。俺はまた会えて嬉しいよ。は？まどか？なんだ？体の力が。人間の採集、観察、飼育、あなたの内側まで。余すところなく暴いてあげる。ぐちゃぐちゃに引き裂いてやる。これこのセリフ。ぐちゃぐちゃに引き裂いてやる。あれなんだね。あれでしょ？なんだっけ？銀行ビローマだよね。多分あれ元が銀行ビローマだっけ。で、あのね、そのセリフを取ってるっていうね。すごいね。じゃあ、小糸を抜かします。ラスト小糸見ます。なんで、ひなな行ってみましょう。いや、ひななね。ひななね。あはー、お久しぶりです。ひななっぽ。ああ、そうだな。何その反応。ひななに会えて嬉しくないの？なんかいい匂いがする。え、いや俺今特に何も、ああ、いや俺は今特に何も思ってないけど。あは、違うよ。いい匂いなのは君。ひなな、すっごくお腹空いてるからかぶってするね。いや、ちょっと待ってくれひなな。俺は多分、いや絶対美味しくないぞ。それはひななが決めるんだけど。いただきます。はあ、ひなな、ひなな。ひなな。ひなな、ひななって名前かわいいよな。ちょっとなんだ急に。なんだ急に。ひななって名前でもかわいいよな。なんか。じゃあ、にちかさん、行きましょう。はい。足がしびれてます、今。ああ、いいね。でちか、その格好は…お久しぶりです。もしかして引き取ってもらいたい感じです？魂。あ、魂引き取るタイプの人だね。いや、それは困る。やめてくれ。だったらなんで私が見えてるんです？本当は、もう全部投げ出して魂もらってほしいとか思ってるんじゃないです？
や、そんなことは断じて、うん、まあ、今日のところはいいです。承諾書もないし、経費もかかってないので。でも、せっかく会えたので、魂の感じ見てみますね。え？ああ、こんな感じか。まずさ。はあ、いや、クソガキ感。いいね、にちかさんの最大限のその魅力が発揮されてますね。じゃあみーちゃん、みことさん行きましょう。死にたくなった？みこと、その格好はまさか。こんなに早く再会するなんて。だってまだ終わるつもりはないんでしょ？もちろんだ。悪いけど、まだ魂を渡すわけにはいかない。それなのに、私を呼び出しちゃったんだね。会いたかったの？あ、なんか、いや、違う。そういうわけじゃ。そうなんだ。私は会いたかったの。みこと？何を？やっぱり、眩しいんだね。君の魂は、少しなら、食べてみても大丈夫かな。ちょっと待って、みことさん、みことさんがやばいかもしれない。ちょっと待って、すごくない？みことさん、みーちゃん。いや、いつもとさ、キャラがさ、ノリノリじゃん、みーちゃん。みーちゃん。イカルガさんところのルカちゃんね。じゃあ行きましょうか。なあ、食われてんの？え？ああ、びくついちゃって。そりゃ後ろから急に声かかれたら誰だって。おい、あんたまだそんなレベルの警戒心で生きてんのかよ。グラッタのあの、お前はそんな覚悟で仕事取ってきてんのかって。え？散々警告してやっただろう。私らは危険だって。もう関わるなって。おお、教えてやったよな。せっかく戻れたんだろう。なのにもう忘れたっていうなら、痛い目見せねえと。体の中、好きな場所教えろよ。そこは残してくるからさ。やばい。ルカさんやばい。イカルカさんのところのルカさんやばい。マジ。いや、すげえ、すげえぞ。やばいぞ。イカルガルカって芸名か。今思ったんだけどさ。あれ、プロデューサーだ。また会えて嬉しい。ハナ、あれは夢か、それとも。何言ってるの。プロデューサーっていい匂いがするね。そんなことも。前は美味しくないって言ってたけど、試してみないと分かんないと思うんだよね。だからね、プロデューサーの血飲ませてくれる？正統派。ハロウィンに置いてる正統派。コミティックはなんかそういうコミュがあったのかな、前。そのなんか昔会ってるみたいな。それともこれはもう単純になんかそういう想定としてやってるだけなのかな。さあ、イクハルです。プロデューサーさんだ。私、イクハル研究の第一人者です。
何してるんですか？どうして君が、いや、ここにいるわけには、俺、行かないと。そんなこと言わないでください。また会えたのに。うわあ、残ってあげたい。私、実はシスターの傍ら絵を描いてるんですけど、はいはい、プロデューサーさんに幸せを生む力があるなら、もしかして一番エネルギーが詰まったその地で絵を描けば、その絵はみんなを幸せにできるんじゃないかって。絵で血描くってなんかなかったっけ。絵で血描く、違う違う、だけじゃ血で絵描くって誰かなかったっけ。え、ねえプロデューサーさん、あなたを満たすその血の色見せてもらってもいいですか。わ、なんか狂気。それはなんか狂気。じゃあ最後、え、いや私福丸恋人担当なんですよね。え、行きましょうよ。間に合った。これで今月の仕事はなんとか。安心したら眠気が。あ、かわいい。急に動かないでください。ごめん。で、もしかしてあっちの恋とか。はい、私にとってはこっちなんですけど。確かに、こっちの恋人は元気にしてたか。もちろんです。魔女になるには体調管理も大事ですから。イエーイ、かわいい。なんか全然違う方向性でさ、衝撃とダメージを食らってるんだけど、かわいい。魔女になりたいんだね。そっか、使える魔法も増えたんですよ、これとか。はい。ん？わ、水が、あれ？濡れてない。幻を見せる魔法です。おお。次はとびきりの、えい。エイがかわいい。エイがかわいい。体が動かない。引っかかりましたね。アメとどっちの方が美味しいか。うわ、福丸恋人、福丸恋人、やばいぞ。いや、なんか恋人に関してはそのささやきがどうとかじゃなくてさ、なんかさ、可愛くなかった。いや、文言も可愛いしさ。いやー、そうか。なんか、恋人はね、ささやきっていうかは、別の面ですごい可愛かった。はいはいはい。これにて、ハロウィン全部見ていきましたが、MVP ですね。どうしよっかな。まあ、誰も MVP を選べと言われて言ってないんだけどさ。特にすごかった人たちあげる？まずはじゃあ、マノさんだね。だから、マノさんが、その、なんだろう。一番なんか最初だったから、その衝撃もすごかったけど、人間プロデューサーさん、お久しぶりです。またお会いできましたね。甘い匂いの
お菓子は持っていないんですか？それってクッキーのことかな。あいにく今は持っていないんだ。すみません、私今とてもお腹が空いていて。あの？わあ、かっこいいよなこれ。おいしそうな匂い。ダメ、逃げてください。出ないとプロデューサーさんを食べてしまいます。わ、マノさんか。いや、マノさんがね、すごかったのよ。マノさん、ジュリさんかな。なんか、なんだろう、ジュリさんは全体のストーリーとしてもすごい、なんか、なんだろう、良かったというか。あんた、雑用係か？君は、黒猫列車の。また会えて嬉しいよ。そうだな、少しびっくりしたけど俺も嬉しい。元気そうでよかったよ。じゃあせっかくだしペガサス座まで乗っけてってやろうか。車掌室から見える景色ほんと最高だからさ。あんたも見ただろ。ああ、ちゃんと覚えてる。でもせっかくだけどやめておくよ。こんなチャンスめったにいないと思うけどな。私さ、あんたのこと結構気に入ってるんだよ。だから一緒に行こう。最高の景色見ながらさ、あんたの血舐めさせてくれよ。なんだろう、なんかさ、そのストーリーがすべてジュリさんはいいです。なんか久々に会った、すごい嬉しくて一方的に誘う、でも断られる、それでちょっと悲しくなっちゃって、で、ね、なんかっていうのがすごくいい、ジュリさんが。でその他、いやー、どうしよう、朝日さんも良かったんだけどさ、ここの二人がさ、ここの二人がさ、死にたくなった。ミコト、その格好はまさか。こんなに早く再会するなんて。だってまだ終わるつもりはないんでしょ。もちろんだ。悪いけどまだ魂を渡すわけにはいかない。それなのに私を呼び出しちゃったんだね。会いたかったの？いや違う、そういうわけじゃ。そうなんだ、私は会いたかったの。ミコト？な、何を？やっぱり眩しいんだね、君の魂は。少しなら食べてみても大丈夫かな。食べてみても大丈夫かなで近づいてくるのがね、すごくすごい。いやー、でこの二人はね、ずるい。いや、イカルガムとコロノルカさん、めっちゃいいぞこれ。なんかさ、なんて言うんだろう、なあ、食われてんの？ああ、びくついちゃって。そりゃ後ろから急に声かけられたら誰だって、うん、おい、あんたまだそんなレベルの警戒心で生きてんのかよ。え、散々警告してやっただろ。私らは危険だって、もう関わるなって。教えてやったよな。せっかく戻れたんだろ。なのにもう忘れたって言うなら痛い目見せねえと。体の中、好きな場所教えろよ。そこは残してくからさ。いや、ルカさんもやばいよね。
いやーという感じでございました。ちょっとあまりにも長くなってパソコンの方からも容量不足です警告が来たのでちょっとやめようかなと思うんですけど、いやーとうとうこんなことを指定化しましたか。しゃれますもんね。いやすごいね。みちかのお願い叶えちゃうぞのコーナー始めますね。ありがとうございました。いやいいコミです。いいコミじゃないね、ごめん。いい企画ですね。ありがとうございました。ではチャンネル登録もお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。バイバイ。